はい、こんにちは。浦田健でございます。今日のテーマは、ズバリ、不動産はすでに買い時です。実は先日、中古の戸建てを購入しました。今回は実に買い付け交渉がうまくいって、実勢価格の2分の1程度で購入することができました。 以前この動画で不動産の買い時は2023年頃というお話をしていましたので、おいおい、あと3年経ってから買うんじゃないのかよ。そういうふうにお感じの方も多いでしょう。人には待てと言っておきながら、裏田はフライングで購入するなんてずるい。しかも2分の1の価格なんてマジムカつく。なんてお感じになっている方もいるかもしれませんね。 でも僕は不動産は2023年にかけて値が下がってくるという風うに言っているだけで買ってはいけないとは言っていないんですよね。以前不動産に関する値動きの話をしたことで2023年にかけて不動産が下がるんだったらあと3年待った方がいいんですよね。こういう質問を今までたくさんいただきましたけれども僕の答えは毎回今が買い時ですという答えなんですよね。ではなぜ僕が 2023年が不動産の底というふうに言っておきながら、もう不動産は買ってもいいよ、などと矛盾したことを言っているのか。今日はその理由について具体的に解説したいと思います。この動画をご覧いただければ、なぜ不動産はすでに買い時なのか。さらに、あと3年も待たずに、今すぐ底値で買う方法も教えたいと思いますので、ぜひこの動画を最後までご覧ください。 このチャンネルは有料級のノウハウを毎回無料でというコンセプトで運営しております。不動産投資のほか、経済、金融、株、そして企業にまつわる動画もどんどんアップしておりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。<music> Twitter、Instagram もやっておりますので、こちらでは最新情報をつぶやきます。こちらも登録いただくと大変嬉しいです。 さて今日は3つのポイントでお話ししていきましょう。まず1点目は不動産価格が2023年に底になる理由を改めて解説します。そして2つ目として2023年まで買い控えてはいけない理由について具体的に解説しましょう。そして最後に常に底値で買うテクニックについて具体的に解説します。 それではまず不動産価格が2023年にかけて底根をつけていく理由について解説しましょう。そもそも不動産の価格というのは経済の動きに対して2年、3年、4年ぐらい遅れて動くという性質があります。これは歴史的にも明らかで90年代のバブル崩壊後の不動産価格の暴落や直近のリーマンショック後の不動産価格の下落を見ても明らかです。 アメリカのサブプライムローンの問題が明るみに出て不動産バブルの崩壊が始まったのが2007年の8月でした。そしてこのサブプライムローンの商品を買っていたリーマンブラザーズが1年後の2008年の9月に破綻したんですよね。そしてこのリーマンショックがきっかけとなって世界的な株価の大暴落を招きました。日本の不動産はリーマンショックから約4年後の2012年に底値をつけて その価格はピーク時から2割近く下落しました。その後、安倍政権が誕生して、アベノミクスによる異次元緩和で、不動産市場にもジャブジャブお金が流れ込んだわけなんですよね。その影響もあって、多くのメガ大屋さんが誕生しました。このように歴史的に不動産の価格は、株価や景気の動きに対して、3、4年遅れるという性質があるんですよ。経済が崩壊して、株価が下落すると、 企業の業績は悪化し、給料も下がります。そして企業はバランスシートの改善から不動産などの固定資産の売却を決断しますが、不動産は株とは違ってすぐに売れるものではありません。なぜなら損切りといっても傷口をできるだけ小さくしたいので、不動産の価格は最初は高めに設定されて売却に出されるんです。しかしその値段では売れないので徐々に売り値を下げていきます。 そして買い手との折り合いがつく値段となったところで売却が成立するんですよ。売却を決断してから売却が成立するまで何年もかかることがあります。このように不動産の価格は経済の動きから数年は遅れて動くものなんですよね。今回のコロナショックが始まったのは2020年の3月ですので、この歴史的な不動産の動きから僕は3年後の2023年頃が 日本の不動産の底値になると予測したわけです。そして歴史的に見るとだいたい15%ぐらいは値段が下がってくると予測しました。そして運用利回りも1%から1.5%程度は上昇するだろうと予測したんです。とはいえ2023年まで不動産は買い控えてはいけない理由について解説しましょう。 以前2023年に不動産は底根をつけるという予測動画を上げてから、じゃあ2023年まで不動産は買わない方がいいんですよねという質問をたくさんいただいたんですけれども、実はそうではありません。2023年まで買い控えていると、不動産は底根で買えない可能性があるんですよ。それはなぜなのか不動産は相場で買うものではないからです。 実は収益不動産の購入の意思決定は相場が下がることがそのスイッチではないんです。どういうことかというと不動産投資では期待利回りから逆算してその利回りが実現する価格で買えるかどうかこれが購入の判断基準になるんです。例えば売り値2000万円で利回りが5%の区分マンションが 相場が下がって1700万円で利回りが6%になったとしましょう。やった相場が下がったから買いだとはならないんですよ。なぜなら僕の期待利回りは10%だからです。期待利回りが10%ということは僕がこの区分マンションの購入判断をする価格というのは1000万円まで下がらなければ僕は購入の判断をしないんです。 じゃあこれから不動産の相場が下がるとして、このマンションも3年後に1000万円にその売り値が下がるとしてそこまで待つのかそこまで待っているとそのマンションは他に買われてしまうでしょう。なぜなら全ての人が僕と同じように期待利回り10%で物件を購入していくわけではありませんし、現金で購入する人なら6%でも十分高い利回りだと感じる人はいるからです。 とすると、僕は1000万円まで下がるのを待っていては買えないということになります。じゃあ一体どうすればいいのかここで常に底値で買うテクニックが必要になるんですよ。要は3年後の底値を予測しつつ、今からあなたが持っている期待利回りで差し値をしていくんです。すべての投資家が3年後の底値を待って一斉に購入するわけではありません。 不動産というのは株などと同じで売ります、買いますという形で相場が形成されています。つまり相場とは徐々にその制約価格を下げながら底値に近づいていくわけなんですよ。なので3年後の底値を待っていたら、利回りの基準が自分より甘い人に途中で買われてしまって3年後には買うものがないという状態になってしまうんです。 なので、相場が高いうちから、底値の相場を予測しつつ、あなたの期待する利回りになる価格で差し値をしていくんです。では、具体的に一体どうやって差し値をしていけばいいのでしょうか。その方法は過去動画でも何回も解説していますけれども、少しおさらいをしておくと、どうしてもこの物件欲しいんだけれども、予算がこれだけないんですよ。ということで、お願いをしていくことになります。 さらに言うと、元付業者、つまり専任業者が取り扱っている物件を探すことです。なぜなら専任業者が取り扱っている物件であれば、彼らの手数料は2倍になりますので、差し値が通りやすいんですよね。仮に多少売り値が下がってでも、手数料が両手になる買い付けを通す、そういったバイアスがかかるんです。このため仮に同じタイミングで他から買い付けが入ったとしても、 周回会社経由の買い付けはブロックされるんですよ。今回購入した築41年の築古古建てもさすがに半額の差し値は通りませんでしたけれども実勢価格の半分の価格では購入することができました今回の買い付けが成功した理由も取り扱っている専任の業者が両手手数料を稼げるような案件だったからです今回非常に安い価格で購入できたことによって そのまま貸しても20%近い利回りを稼ぐことはできますけれども今回はちょっと特殊な貸し方をするのでそのトータル的な利回りは50%を超えると思います実際にどんな貸し方をするのかはオンライン親塾や YouTube ライブでお話ししていく予定ですのでぜひチャンネル登録をしてチェックをしておくようにしてくださいまた今回の物件の現地調査の様子や今後やっていくリフォームの様子などは サブチャンネル裏ケンネルの方で公開していく予定ですので、ぜひサブチャンネルの方もご登録いただければ嬉しいです。サブチャンネル裏ケンネルでは普段の僕の日常の様子やマレーシアでの生活などもアップしていきますので、こちらも興味のある方はぜひフォローしていただければ嬉しいです。さてえ、今回はもうすでに不動産の買い時は来ているというテーマでお話をしました。 前にも話した通り、2023年が不動産の底値だと予測していますけれども、そこまで待っていては底値で買うことはできない理由が分かったと思います。プロの投資家は底値を予測しつつ、自分の期待利回りで常に買い付けを入れていくんですよ。そういう意味では不動産は常に買い時なんです。ぜひ今日の動画を参考に、あなたも良い,い物件に巡り会えることをお祈りしております。 今日の内容が良かったという方はぜひ、えー、高評価もよろしくお願いいたします。それでは今日もご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ